ヨブとヨブチャンネルをご覧の皆さん、アニョーン。アニョーン。ジェイとヨネです。で、今日お話しする内容はですね、私たちの馴れ初めについての話です。ジェイで付き合ってなかったね。はい。前回の動画でもちょっと話してたんですけど、私たちの出会いはアプリですね。はい。出会い系のアプリです。はい。出会い系のアプリで初めて出会いました。うん。私たちは初めて知り合ってから、どのくらいで付き合うようになりましたっけ ?2 ヶ月。2ヶ月くらいで。はい。ビビリコン。ビビリコンです、うん、まあ。とりあえず1回目にね、デートっていうか、カフェとかでお話しして、うん、そこで、まあちょっと最後に大事件が起こってっていう話をしました。最後に大事件あ、なんかこれ触って、うん、手を握ってきた時にビビビってきてね、うんうん、その後痛いみたいな感じになって、まあ、その後の日でずっと連絡を毎日、うん、仕事してる時以外はもうずっとやってましたね、うん、で家帰ってきて電話してビデオ通話したり、うん、最初ちょっと嫌だったけどね、この人最初ねビデオ通話してる時に 2,3 分ぐらいで終わりましたね本当に、うん、部屋をね真っ暗にしといてね顔がねあんまり映らないようにねアクションしててね恥ずかしいみたいな感じでやってましたよ恥ずかしいよねなんか日本はそんなに気軽にビデオ通話しないけど、まあ、韓国はめっちゃする感じなんだよねそう、うん、顔見て話す方がいいじゃないって、うんなんか韓国はどっちかって言ったらカカオトークでチャットでずっと毎日会って、まあ、例えば家に帰ったりとか今この人何してんのと思ったら電話をかけたりいきなりビデオしたり、ね、でも電話をかけたりビデオ通話したりとかするのが普通っちゃ普通なんですよねまあ私の周りだけ普通かもしれないんですけれども、うん、普通に何してんのっていう感覚で電話をかけてましたお電話かかってきてやばいよなんで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 電話かけんのどうしたえはいもしもしえびっくりしたみたいな何してんのみたいな踊りまくりでねビデオしようよとか言ったら、え、やだやだやだっつって。なんで顔見て話すの恥ずかしいじゃんみたいな。ねえ、うん。え、なんで恥ずかしいのそう。普通でしょ顔見たいじゃないとか言ってくるわけ。顔見たいじゃないとかいきなり言われたらちょっと恥ずかしいしね。まず顔見たいんだ、みたいな。ねえ、うん、なんかこうちょっと好意を持ってるっていうか、まあ友達同士でもですよ。結構ビデオ通話するから、うん、顔見て話した方がなんか感情っていうかそういうのが伝わりやすいじゃないですか、うん、いろいろあるじゃんいつもこう綺麗にしてるわけじゃなくてさ家でさしかも私その時会社とか行ってなくて家で仕事してたわけじゃないめっちゃ寝癖でわーみたいになってる時とかあってなのにいきなりビデオとか来たらいや待ってちょっと待って髪の毛とか今やばいよみたいなあるけどでもそんな別にどうでもいいよみたいな、うん、ね、うん、好きになったらね気にしない気にしないから、うん、そういうなんかおおらかなとこがあってそこもちょっとやっぱりまあ、国の違いなのか、まあ、この方がおおらかなのかっていうのをねちょっと分かんなかったけどちょっと新鮮な感じではありました、うん、初めての感じではありました、ねね、でその後ねどれぐらいで会ったかというと初めて会ってから2週間後に私が福岡に遊びに行きますっていうふうに言ったんだよね、うんうん、韓国料理がね好きだから韓国料理食べたいなっていうのもあったけど、うん、ぶっちゃけ言えば自分がこの人のことどう思ってるのかをちゃんと確かめたいっていう気持ちはありました、うん、もう一回会って話してどう思ってるのか、うん、なんかどんな気持ちなのかが分かんなかったからそれを確かめるために行きました、うん、ね、ね、仕事終わりに来てくれてそうですそれで韓国料理店で一緒に会ってご飯を、うん食べることになったんですね、うん、でその時私とてものんべえだったんですよ、うん、めっちゃ飲んでたでね、うん、韓国料理屋でテジカルビを食べて、うん、冷麺も食べて、うん、でビールも飲んで、うん、めっちゃかっこよかったのがお会計の時になんか、ま、私の年上だし私が誘ったしやっぱ払わなきゃと思ってこうバーって行くじゃないですか払おうとするじゃないですかそしたら J さんパッと立って伝票パッもうよさっ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 てレジに行くんですよそして私の荷物とかでもたもたしてて、うん、そして「いやいやいいよいいよ」って言ったら「いやここ私が払うから」っつってクレジットパー出してね結構高かったんだよね7500円とかぐらい多分そうそうお会計がなってて、うん、めっちゃ高いじゃんと思ってそしたら「ここはいいから」
なんかわざわざね、あの福岡まで出てきてくれて会いに来てくれたから、まあそこにかかった交通費とかそういうのあるからね、うん、でだからご飯ぐらいはおごろうって思って最初おごったんですよ。その後ね、屋台行ってね、私がめちゃくちゃ飲んだんですよ。なんかわかんないけど、びっくりするの、なんかね、焼酎のなんかロックみたいな、そうそう、こんなやつを来た瞬間もポワッて浮き飲みみたいなする芋焼酎をね、あ、めっちゃ美味しかったんよ、その焼酎が。焼酎をずっと頼んで何杯、5杯ぐらい飲んだかな、連続でね。そう、最初はビール飲んでた、うん、しかもロックで、そう、ビール飲んでロックの焼酎を5杯ぐらい飲んで、でも全然酔っ払わなかったんよ、その時は、うん、韓国料理屋さんでも3杯ぐらいビール飲んでたからね。そうそう、うん、で、その後にね、あの楽しく屋台で過ごして、私は心の中でこいつやべえって思ってました。なんでこんな飲んでんの、やばいんだけど、いけると思って、途中で倒れるんじゃないかなって思ったりして怖かったんだよね、正直、ね、だし、こんなに飲むみたいな、ね、うん、私飲んでないからね、一切びっくりしちゃって、ちょっと、うん、若干そこから引き気味だった引いて、でもその後ね、あの一緒にビアンバー行こうって話になって、あの福岡にあるレズビアンバーに行ったんですよ。でそこで私が調子に乗って、ショットとか飲んでた、ショットとかガーって飲んでて、テキーラね、うん、ベロッベロに酔っ払った、マジベロベロだった。初めてのデートでよ、わざわざ来てくれたのに、私がなんでかわかんないけどベロンベロに酔っ払うまで飲んだんよ。びっくりした。そうで、しかも会計この人でしたからで、だから一次会の私がおごった分がね、チャラチャラこの人が払ってくれて、もうね、めっちゃ飲むじゃんと思って、 それ全然良かったんだけど、うん、心配、なんかどんだけ飲めるとかまだわかんないしさ、うん、この人途中でなんか倒れて動けなくなっちゃうんじゃないのかなっていうか、なんだと思ってるこれみたいな私はなんだと思ってるんだろうって、うん、好きな気持ちを確かめに来たのに、なんか私そっちのけでなんかゲームとかやりだして、他のなんか人たちとなんかトランプをなんか頭をこうやってなんかトランプでさ、覚えてる？覚えてる。変えた方がいいよとか、よくわかんない。なんか私ほらもうちょっと外国行ってたからさ、恥ずかしい。日本の風習があんまりよくはもうわかんないから何してる。私わかんない。なんかいきなりトランプやってた。なんか、あの、ね、ピアンバであんななかなかね、あの、したことないんだけど。なんかトランプやってたよね。やってた。なんかトイレから帰ってきたトランプみたいななんか頭の上に乗せたりとかして。いやでもその日ね、とってもね、暇だったんよ、あの店が。うんうん、でだから、あんなのもできたと思うんだけど。とにかく、うん、なんかでトランプで負けてまた一気だみたいになって、ショットやれとか言って、うん、でもこれ以上飲ませたらやっべえから、この人ほんとぐちゃぐちゃだよってなって、やべえどうしよう、今日なんかタクシー送っていった方がいいのかなとかって思ってたら、電話かかってきてね、会社のなんか元 上司から。あ、そうそうそう、前の会社で元上司から電話かかってきて、ね、韓国語でめっちゃ喋りだして、でそのまあその方は日本人なんだけど、韓国語喋れる日本人で、でいつもなんか今何してんのつって、その向こうもベロンベロン酔っ払って、で私もベロンベロンでしょ、でね、わざわざ私に会いに来てくれた人を帰らして、じゃあねつって二人でまた飲みに行ったんです。そう、てか私も行こうって二人から、ベロベロの二人から言われたけど、もう無理、もうその時点で2時半とかだったわけ私さ、家遠いからめっちゃ早く出てきてて全然寝てなくてきつかったんだよね。でその人と飲みに行こうとか言うから、いや私も本当無理だわっつって帰るわっつって、あの宿泊のね、ちょっと家族が福岡にいるんですけど、そこに泊まってて、でタクシーで帰るねっつって、バイバイって言って言ったら、なんかずっと LINE 送られてきて、今ごぼううどん食べてるよとかごぼ天うどん食べたんよ食べながら飲んで、まあ、福岡の方はよくわかると思うんですけど、その某有名あのうどんチェーン店では飲むことができて、うどん居酒屋っていうのがあるんですよね。でだからそこ行ってうどん頼んで、ごぼ天うどん食べながらまた焼酎を飲みましたね。やばいよとか思って、で私は家族の家に帰って、私好きだかどうか確かめに来たのに本当に分かんなくなったし、あの人絶対私のこと好きじゃないと思う、なんか扱いがひどかったみたいな、ちょっと思って、うん、まあ、寝ようと思って寝れないんだけどね、寝ようとしたらなんか朝の6時ぐらいに、すっごいもうすっごいスクロールできるぐらいの長い LINE が来たんです、こちらの方から。はい、
よくあるじゃん、その酔っ払ってさ、ペロペロになって、その前のやらかしたことを後悔する気持ちの反省文を綴って、申し訳ないっていう、まあ結局は全部申し訳ない、私こういうわざわざ来てくれたのに本当ごめんねっていう長文を送りました。朝の6時ぐらい。あの酔っ払ったらね、朝6時ぐらいに目が覚めるじゃないですか。それ私だけかもしれないんですけど、ちょっと飲みすぎるとね、朝早起きしちゃうタイプなんですよね私。だから朝パッて目が覚めた瞬間、やっべ昨日やらかしたわって思ったんです。そこで気づくんなら最初から気づいておいてほしいですよ ね。こっちとしてはね、ね、大丈夫だよって言われたけど、なんか本当申し訳なくて、で大丈夫だよってなんか緊張しちゃったのかなみたいな感じ、ね、そうそう、でも本当にね緊張もあったんよ。まあとにかくそれでその次の日になりました。次の日も約束してましたね、うん、で2人で、うん、あの映画を見に行きました、うん、見ました、うん、ね。そこで私映画が大好きで、映画にめっちゃ集中して映画を見ちゃったんです、うん、でもこの人はね私のこと見てたらしいんですよ、うん、だって映画館でさ2人でさだってさ見ててさ、うん、まださ2回目会ったことしかなくてさ、うん、やっぱり映画館ってちょっとこうなんかスキンシップとか あんのかなみたいな、ちょっとやっぱりこの間もなんか手とか繋いだしみたいになって、ちょっと若干ちょっとやらしい気持ちであったっていうか、うん、なんかあるのかなみたいな思ってたら、うん、この人すごい、その時プーさんだったんだよね、うん、プーさんのやつめっちゃ乗り出してるガン見なわけ、映画ずっと見てくれてあーとか言ってめっちゃ笑ったりとかとか言ってうーんとか言って、もう一人でもねすげえ没頭してて映画に、うん、なんか私のこと超置いてけぼりで、なんかこの人なんかこういうタイプなんだみたいな、つかめない、なんだろう、不思議な人だなって思って、映画は終わって、うん、その後ね、麻婆豆腐食べて、食べに行って、で麻婆豆腐食べて、まあ帰るわっつってで車で来とったから、うん、で車で帰るっつって、駐車場までじゃあ送るよって、うん、でなって、私が駐車場まで行ったから家までじゃあ送ってあげるよってなって、ずっとついてくるから、なんか帰らないから、いやでもなんか車乗るってなっての乗ってきたから、じゃあ送ろうかっつって、だからね時間がねわざわざ会えたのに、もうちょっと一緒にいたいなって思って乗っちゃったんですよね車に。そう、それで家まで送るよってなって、家の近くにねその海が見えるそういう公園みたいなやつがあって、でそこで2人で話し合ってね、なんか落ち着いて話したね、うん、初めてそこでちょっと話した、そうそうそう、うん、いろんなことね、で帰りましたこの人、うん、で帰る時もねなんかめっちゃなんだろう寂しかった、うん、らしいです、うん、すぐに LINE で会いたいよってね、うん、さっき別れたのに会いたいよって、そうそう、走り出して5分ぐらいした時になんか連絡ピコピコンってみたいな、なんかなって、私画面上に向けて置いてたの、なんかナビつけてたから、でパッて見たら読めたんだよね、その赤信号止まった時に、もう別れたばっかりなのにもう会いたいって入ってて何これみたいな作戦みたいな、なんでさっき言わないのみたいな、今から超離れ離れだよみたいな、ね、うん、なって、で、まあ、私ちょっと運転ずっとしてるからね返信もできなくてね、まあ、ついてまた話して、うん、そしたらもうすぐにね、その時10月の頭ぐらいだったけど、うん、そうそう、あの11月に連休があるから、会社がね3連休あるから、その時に私の地元、私の実家のところに3連休で遊びに行きたい、うんうん、言ったんですよ、うんうん、会いに行く間に連絡を LINE とかをずっとしてお互いの愛を育みました、うん、でも待てなかったんだよね、そう3連休で、ね、遊びに行くっ て、 ってるんだけど、ね、そう予約してるんだけど、その前に一回会いたいってなって、その前の週に土日時間空いてるって聞いて、で空いてるって言うから、じゃあちょっとその前に会おうっていう話をして、ね、来るからって、そう行くからってってしかもその時連休前かなんかでめちゃくちゃ混んでるっていうかね、うんうんうん、時だったから、えっつって、で泊まるっていうから、え待って、泊まるってどういうことみたいなだってまだ2回しか会ったことなくて、
土日でって言うから、土日でってことは泊まるってことだよねって、泊まるってことですかって聞いたら、泊まるってことですって言うから、おやばいやばい、どうしようどうしよう、宿とか全然取れないんだけど、これいきなりすぎてだってもう明日明後日みたいな、そんなんじゃんみたいな。そうそう、でせっかくだから長崎の市内の方に遊びに行くかっていう話になったんですよね、うん、でそれで宿とか全部予約してくれて初めてのお泊まり旅行に会うの3回目なんだけど、初めての泊まり旅行に行くことになったんですよ、うん、すげえ積極的なんだがと思って、そうちょっと大丈夫かなって思って、もうその旅行行きたいっていう時はもうすでにもうこの人のことが好きで、ちょっとお互いね惹かれ合ってた、うん、私も好きだったけど、なんかあの事件があったから、うん、ベロベロ事件があったから、この人と付き合ったら大変そうだなって、私も酒飲まないし、あのっていうか酔っ払ってる人が結構苦手だから、と一緒になったら大変なんじゃないかなと思って、ね、なんか半々の気持ちだったということでね、そこの長崎の市内の旅行で一泊でね、まあ大人で、大人が想像できるようなそういうことがありました。こんにゃん、あ、これムービー本当に、そう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 、あ、やばい固まってた、イエイイエイ、ハロー、すごいね、絶対ムービーの方が良くない、ね、雰囲気的に長崎、長崎終わったってことですね。